ークと、じゃあ実際にはここからが路地、そうですね、はいはい、なるほど、このつくばいの位置はもうね、あんまりそのお茶にこだわってはなかったみたいなんで、だからその約束事っていうのはあんまり守ってないと思うんですよ。あ、そうなんです、ここで、はいはいはい、もう一回、はいはい、本来ならちょっと長寿橋の方が上に上がらない感じなんですけどね。あ、もう少し高く据えるんですか。ただ、さっきも言ったようにやっぱり地形っていうことを考えると水はやっぱり低いところから出てくるわけだから、そうですね、低くあって当たり前ですからね。あ、なるほど、うん、で、まあ、基本的にここで手を清めてからこう茶室に上がる、水切れると考えたらそっちから行きますわね、はい、なるほど、でここまっすぐ行くと、でここからの眺めがすごいですよね。だからここは全部今大刈り込みになってますけど、もともと自然 の、 あの雑木林だったんです。あ、そうなんですか。だからあと上まで木が生えてて、じゃあ何も見えてなかったんですよね。うん、だからそれをいっぺんバッサリ切って、で、あの向こう見晴らしがもう最高の見晴らしですからね。うん、なるほど。もう景色が単にいいというだけじゃなくて歴史的にすごい場所ですからね。そうですね、奈良盆地ですからね。奈良盆地で、うん、で丸見えでしょう、あの、かす、あの、かす、ね、若草山も、うん、東大寺の大仏でもね、見えるから。で、古川さんはそこで森先生と、まあ、一緒に仕事することになるんですけども、森先生の第一印象ってどう？森先生があんな偉大な先生なんていうのは全然知らなかったですね。まあ、あのこの世界の人間じゃないからまず勉強してないですからね、その森先生の名前はまず頭の中になかったんです。あ、まあ、その後いろいろこっちに来て庭のことを研究してたら、研究というか勉強してたら、まあ、森先生なしには考えられない世界なんだなというのが分かってきましたね。で、単に研究だけじゃなくてそのセンスっていいますかね、うん、それまでにない、それまで私の頭の中にあった庭という知識とはもう180度変わりましたね。やっぱり一番あのなんていうか、あの驚いたのは、あの石の形がどうのこうのじゃなくて地形だっていうわけですよね。今までそんな庭作ってて地形だなんて言った今かいませんでしたからね、うん、なるほどと思いましたね、うんうん、まあ、森先生いつも基本的に庭作る前には実測をして、その地形をちゃんと把握した上で庭作りしてたんですよ。そうです、そうです、だからもっと言えば地形ができたら庭できたようなもんだと思いますよね、うん、でもここの庭のその八田寺の、ね、大門坊の路地の場合は、あのなんか図面も作られなかったっていうふうに森先生もこの庭一筋っていう本の中で書いてるんですけど、まあ、あのほとんど図面はないですよ、森先生の庭の場合は。ただこんな雰囲気でっていうこと で、 やっぱり現場に応た庭作りっていうことが一番大きなテーマですからね、うん、あの復元とかそんなんじゃないですから。そうですね、もうあるようにできるようにっていうのが、まあ、あの森先生の趣旨ですよね。古川さんもここの庭について前にあの記事も書かれたことあるんですけども、ここにあるあの、この長鶴、はいはい、まあ、長鶴鉢の後ろに、はいはい、あの立っている灯籠が、はい、の話を書かれてるんですけども、はいはい、この灯籠は、このまああの本当に灯籠にはあの森先生はすごいこだわりがあって、あの私もたまたま古い雑誌で森先生が灯籠のことを書いてるのを見つけたんですけどね、それを見てたら実に細かく
寸法まで全部書いてあって、こんな灯籠に書いてこんなんだなと思いましたね。まあ、もううかつにこんなとこ灯籠入れたらめちゃくちゃ怒られるに決まってるそれでもまあ、午後の住職がね、灯籠欲しいって言うし、でやっぱりつくばいとしてするにはやっぱり灯籠がないというので、そうですね、でまあこっそり探してきて、こっそり据えてって言ったら、まあすごい花丸くれましたしね安心しました。それは嬉しい。そうか、確かに森先生の庭をこう見てるとほとんど灯籠がないんですよね。まあね、あえてこうそういう目立つものを入れないっていう、だから目立つものを入れるとそれがその庭を象徴してしまうわけね。だから立派な家建てて床の間に安っぽい掛け軸掛けるようなもんなんですよね。そうするともうその家そのものがその掛け軸の値打ちで全部見られてしまうんですよね、うん、そこの主人の心まで見られてしまうんですよね、うん、それならもうそんな掛け軸ないなら掛け軸掛けない方がいい、花一輪生きておく方がいいんですよね、うん、でここ作られてからもう50、来年で50年になるんですけども、古川さんがずっと手入れされてるので、まあそうですね、こうなんか特別に苦労されたところとか、それから逆にこう手入れをしている中でなんか森先生の意図が見えてきたものとか、なんかそういうの、もうね、森先生っていうのはあんまりこう、まあ、学者で研究されてるから、あの庭っていうのはどういう形で残るかっていうのはやっぱりよく知ってて、そう、もう樹木なんていうのはほとんど問題外なんですよね。その時その時 の、 あの瞬間的なものだと、で、うん、最終的に残るものは石組みしかない、それだって残るかどうかわからないですよね。まあ、それもわからないです、なんか森先生が、まあ、庭園の研究もされて、そして庭も実際に作られたんですけども、うん、この現代の日本庭園に残したものがあるとすればそれなと思います、うんうん、私らの目から見るとその庭っていうものの存在意義ですかね、それはすごくあると思うんですよね、うん、まあ決して単なる芸術で片付かない、うん、生活と密着してる、もう庭はやっぱりそういう世界じゃないし、どっちかというともうはっきりと形のない無に近い世界ですよね、究極は、ね、うん、ではっきり言って何にもなくたっていいわけですよ、空間があればもうそれでいいわけや、それでいいわけやから、うん、でこの庭を初めて見られた時はどんな印象ですか？森先生らしいなと思ったんだけど、ちょっとやっぱそれまでのと違ってちょっと石がこう大きいなと思ってね。もともとは砂利敷だったんですか、ここは？そうでしょうね、それがもうだんだんこう苔になって、苔になってしまって、ね、そういうのを古川さんはもうあえて取らずにそのまま自然に任せて、まあね、そうする必要ないっていうから、原型にこだわる必要ないっていうから、やっぱり庭の研究をされてたら庭っていうのはどういう形で残るかっていうのはやっぱりよく知ってたから、そういう細かいことにこだわらなくたって、うん、残るものは残るし、そういう意思は必ず、ね、必ず、ね、残ってるんですよね、うん、まあその一人の人間がこだわってどうのこうのできるそういうスケールのもんじゃないっていうのはね、やっぱり知ってんだと思うんですけどね。なるほどね、うん、でも石にこだわるというよりも石と遊ぶという感じがね、あの先生のはね。なるほどね。でここは
新しく、ちょうど新しくできた建物が、これ5年前ですか。5年になりますかね。もう5年ぐらい前にできた客で、の前に、でも、もう森先生の庭がそのまま残ってる、ね。そのまま、残せる部分はね、あと、でもほとんど残って、あの、主なこと、ところは全部残ってる部分ですよね。で、ここは昔は池だったのが、あの水源が枯れちゃって、はい、その何年前ぐらいなんですか。まだ地が来るようになって、ね、4、5年経ってからですかね。なんか大きな台風が来た時ですわ。あ、台風で、土砂が止まって、水源がね、止まっちゃったもんで、水が来なくなって。でもここ枯れ池になって良かったですけどね。ああ、その方が落ち着いて、落ち着きますよね。はい、でやっぱり石組みがちゃんと見えるしね。ああ、そうですね。ここだの場合は何を見せたかったんですか。あの見せたいというよりも、あの桂離宮の部分を持ってきたかったんじゃないかと思うんですけどね。あれはあの多分、鼓の滝の あの辺を多分意識して作ってると思います。なるほど、やっぱり森尾さんはいつもそういう平安時代の庭か、その、まあ、あの時代は下っても、あの江戸初期の桂離宮修学院に行くとかを参考にされるんですか。そうですね、まあ、あのいい庭っていうのはどれかっていうのは知ってるから、でやっぱりこの地形に合うのは何かっていうのがやっぱ頭の中にはひらめくと思うんですよね。でやっぱそのあれにとらわれることはないと思うんですけど、それをヒントにあの多分作っていくと思うんですよね。やっぱ庭はあんまりとらわれると不自然になってくるから、まあ、ヒントだけあるとね、いいと思うんですけどね。まあそうですね、森尾さんはたくさんあの庭を見て回ってるので、引き出しがたくさんあるんですよね。でやっぱその引き出しの中でも本当にいいと思うのはやっぱりちょっとだろうなと思うんですよね。こういう石組みとかも、まあ、言ってみれば結構小さいんですよね。だから当初はもうほとんどもっともっと見えてたと思います。ああ、そうか、植物が少なくて、ね、でも別に石にこう苔が立ってても、あの古川さんはあえて通らない。そうですよね、そこまでやってもあまり意味はないと思うんですよね。まあ、要するに見えても見えなくてもいいわけですわ。結局そうなんです。両安寺のようなわけではないです。じゃあその石の存在っていうのは結局別に、まあ、あえて見せるものっていうよりかは、そうですね、あのまあ要するに作品じゃないわけだから、分かろうと思ったら絶対分からないと思う。